皆さん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の第4課21番目のビデオです。7番のチャレンジしましょう、ページ103ページです。教科書大河でやっぷんゆダジャダルユみんなの日本語の中級の1番の、これ台湾バージョンでは103ページ、これですね。ここをやっていきます。はい、でこ の, 7番チャレンジしましょう。まず読みますね。これは会話の練習をするところです。ですからこのビデオを見て予習したら、自分でぜひね、授業に来る前に自分でなんかどんな状況で誰にこの会話をするかというなんかシチュエーションでね、状況を自分でちょっと想像して、でクラスで私に提案してください。提案ってサジェストね。で先生って、例えばホテルで何かしたいからとか、例えば相手は会社の人でとか、お客さんでとかね、友達のご両親に伝言を残すとか、そういう状況を教えてくれると嬉しいです。では読んでみます。電話をかけましたが相手はいませんでした。1、電話に出た人に丁寧に伝言を頼んでください。また、電話に出た人は伝言を受けてください。レイ、子供が熱を出したので今日は学校を休ませる。でこれね、ここに書きました。でもう一つ、2番、留守番電話にメッセージを入れてください。レイ、今晩帰るのが遅くなる。これちょっと今晩帰るのが遅くなるは、なんか日本人の家族がいる人とか、日本人の恋人やのルームメイトがねいる人ですよね。ちょっと少ないかなと思ったので、他の例こっちに書きました。じゃあね、これ見てくださいね。と、子供が熱を出したので今日は学校を休ませる。多分これはお父さんやお母さんですね。ちょっとなんとなく私今日なんかお母さんみたいじゃないですか。なんか意味はないんですけどね。なんかこれデニム、これね、皆さんエルサルバドル分かりますか？エルサルバドル、セントラルアメリカね、中米なんですけど、エルサルバドルに、何年前、3年のはずはないね、4、5年前かな、4、5年前にエルサルバドルに行ったんですけど、なんかそれはなんかいろいろちょっと仕事の関係で行ったんですけど、でその時にエルサルバドルのなんかホテルに入ってるのなんかショップですね、お土産屋さんで買ったんですけど、これね、エルサルバドルでこういう、これね、デニムなので藍染めというんですけど、藍染めをねなんかやってるんですって。でそれを実は日本人がODA って分かりますか？政府開発援助っていうんですけど、 ODA の一部分でそういう活動をしていて、でそれでなんかそのなんかの商品ですね、こっちは違うんですけどね、これは香港で最近買いました。なんか可愛いなと思って、でねこれね、ちょっとこんな感じで、ちょっと立ったろうか、こんな感じの、なんかここなんか日本みたいじゃないですか。なんかね、これをね、なんかね見つけていっぱい売ってたんですけど、これが気に入ったので買ってきました。エルサルバドルは皆さんイメージありますか？すごく小さい、ホンジュラスと例えばコスタリカとか、あとベイリーズとかの近くかなですね。メキシコより南だよね。で、ベネズエラよりちょっと北の方のあたりですね。すごく危ないところで、なんか仕事で行ったんだけど、もうほとんどね、街の中を自由に歩くことはできませんでしたね。もしね、興味があったら授業中に聞いてください。エルサルバドルに行ったことがある人はなかなかいないんじゃないかと思うので、シェアしたいです。ではですね、これやっていきましょう。まずは、このね、学校休ませ、例えばお母さんが学校に電話する感じもね、で、まあ、他のなんか感じでもいいんですけど、ちょっとこれ、ぜひやってみたいと思ったので。で、使いたい言葉、ここにメモしました。これは、私も授業で時々やる方法なんですけど、これだと、参考になるページはこのページだよね。98ページね。98ページの、シュミットさんがの IMC に電話をかけて、で松本部長に連絡があるんだけれど、松本部長がいないのでメッセージを残すというのですよね。でこれでも見てたら、
あのこれをなんか全部そのまま真似しちゃう、ね、コピーしてしまいますよね。それだとちょっと良くないので、あのこんな感じで、ね、メモするといいです。あの使いたい言葉、ね、これでもちょっと多いかな、もうちょっと少なくした方がいいかも。でキーワード、ぜひ使いたい単語をメモしてこうチェックしながらね、はいこれ使ったこれ使ったとやって、でそれで会話を練習するといいかなと思います。で今回使いたい単語は自分の名前ね、例えば私だとまさみですから、まさみと申しますが、で今度はあの電話をかけたい、例えば佐藤さんじゃない、佐藤さんはいらっしゃいますかとか、あいにくあいにく、あの何回も練習してますよね、タイミングが悪いです残念ですね、あいにく、かけ直す、かけ直すで to call back だね、かけ直す、で申し訳ありませんが、あの恐れ入りますがでもいいよね、恐れ入りますがということですね。これあのメッセージの内容をあの繰り返すリピートして確認するときですね。それからかしこまりました、わかりましたですね。それからこっち一番下ね、そのようにお伝えいたします、まあその内容だよね、あなたのメッセージを伝えますね。それから、失礼いたします、失礼します、失礼いたします、これを使いたいと思います。じゃあですね、どうしよう、あなんか持ってくればよかったな、んかじゃあちょっとすいません、なんかペンで、紫さんと赤いのでこう喋ってる時にこう動かしていきますね。であのこっちが、お母さん、お母さん赤がいいな、私なんとなくお母さん赤ね、でこれ学校の人 ね、では学校の名前はじゃあまさみ小学校にしましょうか、ね、はいまさみ小学校です、ね、あでございますが、はいまさみ小学校でございます、あもしもし、ね、これはねまさみの、あの、まさみの母のまさみにしようかな。あうちの母、みちこなんでね、みちこにしましょうか。ではね、まさみの母のみちこと申しますが、あの、実際には、あの、ファミリーネーム使ってくださいね。うん。まさみの母のみちこと申しますが、ね、佐藤先生はいらっしゃいますか？あ、申し訳ございません。ね、佐藤は、これ、この時に佐藤はと言いますね。佐藤先生とか佐藤さんと言いません。ね。佐藤はこれあの同じグループの人だからね、同じ会社とか同じグループの人はさんちゃんくんを使いません。あいにくね、あの佐藤はただいま外出しておりますが、外出外に出ているね、外出しておりますが、佐藤が戻りましたらかけ直させましょうかね、かけ直させる、Shall I let him call you back ね、かけ直させましょうか。いいえ結構です、では申し訳ありませんが、ね、あの大変恐れ入りますが、でもね、恐れ入りますが、の佐藤先生に伝言をお願いできますでしょうか。はいかしこまりました、はいかしこまりましたこれですよね。ではあの子供が熱を出しましたので、今日は学校を休ませたいと思います、どうぞよろしくお願いします。はいこれですね、リピートするね、まさみさんかな、まさみさんが熱を出されたので今日は学校お休みになるということですね、これね、ということですね、確認 ね、はいそうです、どうぞよろしくお願いします、かしこまりました、でそしてでそのようにかな、そのようにお伝えいたします、どうぞよろしくお願いします、こちらこそ失礼します、でハンガーこんな感じですね。どうでしょう、なんかちょっと変な、なんかペン使ってパペットショーなんで変でしたね、すいません、今度あのこんな時にはちゃんとあの人形を準備するようにしますね。で次ですね、次はですね、あのこれはあの留守番電話です、ボイスメッセージにメッセージを残しますね。でこれはあのほとんど最近ボイスメッセージをする機会がないんですけど、私の経験でこれあのどうでしょうか、あの2番ですね、レストランの予約をキャンセルするですね。でこれあのもうね、もう予約しました、だけどあのレストランに行くことができなくなったのでキャンセルしたいです。であの香港の皆さん、また中国の人もかな、あの香港や中国ではレストランの予約をキャンセルしたいときに電話をしない人が結構多いですよね。そうノーショーだよね。でもね、あの日本では本当にそれは失礼なことなので、のやらないでください。あと皆さん中国やあの香港で
の特に、まあ、レストランの値段が高いと思いませんか。で日本よりずっと高いですよね。でね、あのこれはあの一つの理由、まあ、もちろん家賃が高いとかね、あのお給料が高いとかいろいろあると思うんですけれど、日本がどうして安くできるかというと、お客さんももしキャンセルするときには必ずなるべく早く電話するからですね。だからロスがないのね。毎晩あのたくさんお客さんが入っていて、あの誰も入らないテーブルをキープする必要がないということですよね。だからあの皆さんがもし日本の、ね、レストランを予約したのに行かないと、でその日は特にあの日本料理、お寿司やお刺身とかね、まあ、何でもそうですよね、野菜とかあの新鮮なものはもう明日使うことができないかもしれません。でそれで無駄になってしまいます。でこ の、あのロストコストだね、このコストはあの実はあのいつもいつも同じようにキャンセルが多いと、多分今度からあのこう 料金が高くなってしまいますよね。だからあの日本では、ね、そうしないように頑張っています。だから、ね、皆さん必ず連絡するように、もともとお金の問題だけじゃなくてとても失礼だからそうしないようにしましょうね。なので予約したらキャンセルしなければならないときは必ず早く、あのその日とかね本当に失礼なのでやめましょう。なるべく前の日か前の前の日ぐらいにはね連絡できるようにしたらいいかなと思いますよ。ではね、これね、どんな言葉をよく使うか、例えば何月何日に、また何月何日の何時にがいいかな、何月何日の何時に予約しました、または予約いたしましたね。で自分の名前、例えばまさみね、まさみと申しますが、ね、で大変申し訳ありませんが、で大変はとてもね、大変申し訳ありませんが、でここなんか理由ですね。例えば急に仕事が入ったのでとかね、あの家族があのどうしても行くことができなくなったのでって、ね、今回は予約をキャンセルさせていただきたいと思います。でまた次の機会に、 next chance ね、次の機会によろしくお願いします、よろしくお願いいたします、こんな感じ の、あのボイスメッセージを残すといいですね。ではやってみましょう。あのボイスメッセージね、こんな感じですね。はい、まあね、例えば ABC にしようかな。はい、 ABC レストランです。ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音の後にメッセージをどうぞ。ピー、これ、ね、メッセージこれ、ね、例えば、じゃあ1月1日にしようね。1月1日の例えば1時1月1日の1時に予約しました、まさみと申しますが、本当に申し訳ありませんが、急に仕事が入ったので今回は予約をキャンセルさせていただきたいと思います。また次の機会によろしくお願いいたします。でハンガですぐガチャンと切らないでくださいね。ちょっと 1,2,3 ぐらいに待ってから切ってください。どうですか、あのもうこれはあの授業でね、今のはただのサンプルね、 just a sample、 あの授業で一緒にやってみましょう。ではね、今日のビデオここまでにします。で次はですね、読解に行きます。 We go,、ね、go to the reading、ね、読解に行きます。で、これは、読む書くですね、電話嫌いですね。電話嫌いというのは電話が嫌いな人のことです。皆さん電話嫌いですか？私は嫌いじゃないけど実はちょっとだけ苦手ですね。なんかなんででしょうね、実は自分の声もそんなに好きじゃないしね、なんかちょっと恥ずかしい最近ほとんど電話しません。もうなんか本当にです。で気持ちの変化を考えながら読む、とにかく読むところですね。なのであの頑張って読んでいきますが、読む前に、これですね、こんななんか問題があるので、ここですね、うん、のここの部分ね一緒にやって、であとこれ単語のチェックですね、これも次のビデオでやりたいと思います。じゃあまたあの一緒に勉強しましょう。今日ここまで見てくれてどうもありがとう。であのこのビデオ役に立ったと思ったらライクをしてくれると嬉しいです。あと何かね応援のメッセージ、あの実はねあのなんかいろいろな国のなんか私が会ったことがない方でもあのこの YouTube を見て、で時々なんかあの先生ありがとうとか、よくわかりましたとか、面白かったとか、あのコメントをね、あの短いコメントでももらうとね、すごく嬉しいですね。なんか他のあの YouTube の先生とかでたくさんいますよね。 YouTube の先生とか、まあ、YouTuber、ね、がたくさんいて、でみんなが
あのなんか楽しく YouTube を撮っている理由がなんかだんだん分かってきました。私も皆さんからあのなんか応援のメッセージが来てこうコメントがあの E メールからかなあの来るんですよね。で それを見てると、ね、すごく嬉しくてなんか全部あの本当に全部あのライクじゃないかこれなんかハートをしてで全部になんかメッセージ書いてます。あの全部読んでいますからよかったらあのメッセージくれると嬉しいです。じゃあねまたあの明日一緒に楽しく勉強しましょう。どうもありがとう。また明日ね。バイバイ。